皆様こんにちは、まさたまチャンネルへようこそ。今日は先日、退職願いを出しましたという話をしたんですが、その、退職願いを出した後、退職届を出した後、退職までの、時間、そうですね、私の場合は5月28日に退職届、退職願いを出して、受理されたんですが、退職日は9月30日という形になりました。そして、それまで仕事をするわけなんですけど、有給休暇を消化するわけですよね。有給消化期間、私の場合が37日ぐらいあったんですかね。退職願いを出した後、ちょっといろいろ猫のことだとか妻の母の件とかいろいろありまして、あとね、ぶっちゃけ、嫌になっちゃったっていうのもありまして、3日ぐらい休んだんですよ。なので、有給休暇が37日残ってました。最終日、最後に仕事に行った日が8月の9日でしたかね。私8月の第1週っていうふうに、この間お話ししたんですが、3日か4日使ってしまったので、最終日が、最終出勤日が8月の9日になりました。なので8月10日から、9月30日まではお休みっていう形になりますよね。有給までの、有給休暇までのその間、退職を決まってから、最終出勤日までっていう間っていうのは、正直ね、粛々と仕事をこなすのみです。定時に出社して、定時に帰る。それ以上でもそれ以下でもありません。時間外、残業もしませんし、早く、多少はね、自分の仕事を終わんないんですよね。やっぱりその辺はやらないといけないので、仕事をこなす関係上、ちょっと早めに出勤したりっていうのはあったんですが、正直ね、誰も手伝ってくれませんからね。引き継ぎもなかったですかね。私が担当した地域、結構ね、面倒くさい地域だったんですよ。なので、すぐ後任、1週間か2週間で後任立てて引き継ぎするのかなと思ったら、全然そういう空気もなくて、多分ね、いろいろ打診したんでしょうけど、みんな嫌がったんだと思います。そういった中で、最終日を迎えて、今度は有給休暇を消化するわけですが、この期間、もう本当最高でしたね。もう人生で何日もないですよ。この当てがいぶちで生活できるっていう、こういう時期は。すいませんね、ちょっと色が黒くて、急な話が飛んじゃうんですけど、すでにこの間、ランクルのタイヤ交換したら、すっごい天気いい日で、スタッドレスからナスタイヤに交換するんですけど、もう日焼けしちゃって、もう顔が皮むけまくり、もうあんまりね、アップで見せられるような顔じゃないんですけど、普段からもね、あんまり見せられるような顔じゃないですが、なのでちょっと今日カメラ引き気味にしてるんですけど、すいませんね、話飛んじゃって。最高ですよね。いろいろやりたかったことがありました。まずね、私、ウォーキングやりたかったんですよ。やっぱりね、在職中って、早く起きるのもきついですし、帰ったら、定時で帰ったとしても、やっぱり私、早く寝たいんですね。9時半から10時くらいには寝たい人なので、そうすると、お風呂入って、シャワーだったりもするんですけど、お風呂入って、ご飯食べて、お酒飲んだりして、でちょっとのんびりすると、もうそのくらいの時間になっちゃうので、なかなかできない。なので、早朝ウォーキングを始めました。だいたい6時から7時までの間。1時間は歩いてないですが、だいたい40分くらい。歩数で言うと5000歩から6000歩くらいですかね。冬の間ちょっとやってなかったんですけど、またこの間から始めたんですけど。あとね、ラーメンとか食べに行きたかったですね。普段からラーメンなんて食べられるんですけど、山岡屋さんとかでちょっとニンニクいっぱい入れたりとかして、もうね、妻と二人で行きたかったななんてもありました。あとね、パチンコしたかったんですよ。パチンコ大好きというか、ギャンブル大好きで、ただギャンブルジャンキーなんで、あんまりできない。のめり込んじゃうんで。なので、妻とパチンコ行ったりもしてました。徹夜してみたかったんですよね、あとね。徹夜。若い頃って寝ずに遊んだりとかもしてたじゃないですか。ただ、この年になるともう全然そういうのもなくて。実際徹夜なんかしちゃうと、
もうあと3日ぐらい響く、3日ってことなんですね。もう1週間ぐらいその後仕事にならないような状態になっちゃうんで、この年になると。なのでちょっと徹夜とかやってみたかったです。まあウォーキングやり始めました。パチンコはね、あのワンパチ行きましたね、2人で妻とすいませんね、1人で行くとねやっぱり買いそうじゃないですか。妻も割と結構パチンコとか嫌いじゃない、好きでもないけど嫌いでもないっていうタイプなので、2人で行ってワンパチやったんですけど、結果的に2人で4万も買っちゃいまして、あのね、ケンシロウさんにお前らに今を生きる資格はねえとか言われながらなんか大当たりとかしちゃって、はい、結構ね勝ちました、4万円。もうねワンパチ1パチって何が悪いかって、あ、猫来ました、すいません。何が悪いかって、負けた時より勝った時の方が後味悪いんですよ。だって4パチだったら4倍っすよ。まあね、負けるのも4倍なんですけど、勝った時、例えば1パチで4万円勝ったら、4パチだったら16万円ですよね。もう下手したら1ヶ月それで食えちゃうくらいの金額なんで、もう大変でしたね。まあ始める前、終わってからね気づくことなんですけど、結構いろいろ楽しくやってました。あと徹夜はね、あの物置で、あのガレージがある、バイクのねガレージがあるんですけど、ストーブとか、私結構石油ストーブを修理するのが趣味なもんで、ストーブを磨いたりとか、夜9時頃から始めて朝ね、気持ちいいっすよね、徹夜ね、楽しいっすよね。何が楽しいんだかよく分かんないですけど、そういう普段できないようなことをやってました。をヤフーオークションとかで石油ストーブ落札して、あの府中、東京都の府中市まで取り行ったりとか、軽トラで下道で往復300キロぐらいあるのかな。ね、この腰痛くなりながら軽トラ乗って、はい、そんなことをしてました。楽しかったです。2ヶ月近く雪消化ってこんなもんかな。ただね、楽しい時って、楽しい日々はすぐ過ぎるんですよ。もうあっちゅう間でしたね、もう本当にもうあっという間に終わってしまいました。その間ですね、まあ懸念事項としては、まず動画を出せない、アルバイト公認の会社もあるとは思うんですけど、一応私 YouTube 収益化してるんですよね。なので、言いたくもない話されられたくないじゃないですか。今辞めて有給消化中なのに変な動画出したとか、で会社の人間も何人か知ってるんですよ。びっくりしますよね、何年さん、正玉さん YouTube やってるんですかみたいな、いきなり言われて、ええみたいなね、おめえに教えた方がいいんだけどみたいな、はい、なのでやっぱり会社の人間もね、言いふらされて、みんなが見る、あいつ何やってんだろうなんて見られちゃうのも気分悪いですし、なので YouTube の活動はしていませんでした。その他会社の携帯、スマホとか社用の携帯を持たされてるので、それもチェックしたりとか返事したり、まあほとんどね仕方しやりましたけど、まあ、重要な話もありますし、仲良くしてよくしていただいたお客様もいらっしゃったので、まあそういう方には返電して、すいません退職しますみたいな話もしました。いや本当ね、この間この有給をの期間にいろいろやっとくっていうのは大事だと思います、退職した後。また別の話になっちゃうんですけど、実際退職した後って収入がなくなるんですよ。そうするといろいろ不安な部分とか、あとしたいけどできない部分、自分を抑える部分っていうのが出てくるんですけど、在職中って割と好きなことできるわけですよね。その延長なので結構ね、石油ストーブとか買いましたよ、10代くらい。いや、ヤフオクとかいろいろ買いましたよ、妻にね、なんでこんなにみたいな、転売するんだよみたいな、転売しないんですよ、まあ転売するかしないかっていうか、直して、まあ、動画にしたりっていうのが趣味だもんで、それってやっぱり購入するのも全く収入がなくなってからってできないじゃないですか。まあできるんですけど、やっぱ自分を抑える部分ってありますよね。そういう部分では、まあ、これから退職を考えている方、あとは、
退職が決まってる方は現役収入がある間に趣味のもの、今後退職するであろう退職したであろう時にやる趣味、行う趣味に使う、まあ、道具とかアイテムとか、まあ、そういうものは仕入れといた方がいいと思います。退職を考えてなくても結婚されてればお子さんがいればもう大きくなっちゃってるでしょうし、この年でしたらなってない、まあなってない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ自分のために使えるお金も増えてくると思いますので、そういう部分をこういう先のことに、まあ、今後の生活の部分に当てる。退職した後ほとんどやることがなくて暇だと、やっぱり仕事しとけばよかったっていう方って結構いるんですね。ちょっと私にはちょっと考えられないんですけど、ただ少なからずいらっしゃるようです。なのであれがやりたい、これやりたい、普通の大人だったらね、ゴルフとかガーデニングとかいろいろやると思うんですけど、まあ、私そういうのゴルフなんて打ちっぱなしも行ったことない、クラブももう人生の間で3回ぐらいしか行ったことないような人間なので、まあ、ゴルフはやらないんですけど、私の場合は DIY とか、あとはまあそういうストーブ直したりとかガラクタいじりっていうのはあったので、それに使う、まあ、ネタとなるものですよね、まあ、ストーブとか、あと道具、まあ、DIY ですからいろいろ工具が必要ですよね。電動工具にしてもハンドツールにしても、そういうものがやっぱりないとできないので、そういうものを、まあ、随分前から、まあ、私がね使ってるメガネレンチのセットなんてもうオートバイに乗った時期だから何十年前、30年ぐらい前から使ってるものなんですけど、結構昔からそういうものを揃えてたので、まあ、そこそこ充実はしてるんですが、あとね場所必要じゃないですか。私ガレージ、ガレージって言ったらその大した物置程度のものなんですけど、ガレージ建てたんですけど、そういうものも現役時代にやっとくべきかと思います。なかなかねできません、退職した後は。正直これは本当です。例えばやろうと思って、退職した後そういうことをやろうと思ってお金を準備したとするじゃないですか。ただお金があっても使えないんですよ、不安で。次回ねそういう話をしようかと思ってるんですが、まあ、有給休暇消化中は収入入ってきますから、まあ、余裕のやっちゃいかなんですけど、その後収入ないわけですから、そうするとあるお金も使えなくなっちゃう。ただ現役お仕事してる間でしたら、まあ、稼ぎながら使うわけですから、どんどん使って生活できなくなろうと使っちゃいけないんですけど、そういうふうにしていくのがいいのかなと思います。今後も退職した後の話っていうのはしたいと思います。次はね有給休暇が終わった後、有給消化後ですね、いろいろあったんですよ。精神的な変化もあります。結構ね落ち込みました。もう何で落ち込んだかっていうのは次回お話しするとして、あとね、母の、まあ、妻の母親ですねがちょっと施設に入ってしまった話とか、施設に入れるまでの顛末とか、あと、まあ、猫がねちょっと具合悪くなっちゃったりとか、私もね新型コロナになったんですけど、まあ、そういう話をね今後の逐一この問わず語りシリーズという形でやっていきたいと思います。今日もね、まあ、さっきも泣いてましたけど違う猫ちゃんがまたそこにいるんですよこのおっさんのね、あの顔見てるより、その猫のうっせつ話なんですけど、まあその辺はおいおいやっていきたいと思います。それでは、またねー。